ケロ。改めまして、ブロックザ、イノシシでございます。カエルパパのお友達です。さあ、先ほどですね、トゥトーというね、ゲームを紹介したんですけどもね、今回は、こちらになります。そうですね、これ鼻が邪魔なんだな。これは、ゴキブリのね、スープというね、まあ、ちょっと、虫が苦手な方は、ちょっとね、嫌な名前だと思うんですけれども、まあ、簡単にゲームのね、ルール紹介していきたいと思います。この二つ、さっきのね、テトンもそうなんだけど、日本語の説明書がね、本当にね、わかりにくい。そう。だからちょっとわかる範囲で説明していきたいと思います。まあ、こういうね、カードがあるんですけど、例えばこういう野菜の絵柄が4種類あって、ネギ、唐辛子、人参で、マッシュルームと。そう。この4種類の野菜があります。まあ、こういう4種類の野菜があって、まあ、プレイヤーはね、その、まず裏返しなんですよ。見えない状態にしておいて、こう引いた時に見て、3秒以内に答えないといけないっていう。そういえば、こうやって引いて、見た時にネギだった。ネギだったら、ネギって言って、札に出さないといけないんだけど、被るときがあるんだよね。野菜が。で、野菜が被ると別の野菜に言い換えないといけないんですよ。例えば、ネギ出しました、相手がね。で、僕もネギだったと。したら、人参って答えない。人参とか、マッシュルームとかね。あとは、そうだね。あと、こういうカードもあるんですね。これは、ゴキブリが入ったっていう証なんです。まあ、要はトランプでいう矢切りみたいなやつです。これが出たときは、すする音を出さないといけません。だから、すっていう感じで言うんですね。僕の地元ではめんどくさいから、すーと言っています。はい。で、こいつがじゃあ禁止になりましたと。で、こいつが、次の人がね、もうすでにもうマッシュルーム引いちゃって、ただ出すときは、うーんで返さないといけない。この状態、被った状態は、うーんで返さないといけない。でね、このスーカード、このゴキブリのカードを出たら、矢切りになっちゃうから、一つの島が終わるんですね。だから、こいつが出たら、もう今度はスーで、もう一回出たら、うーんで返さないといけない。そう。同じ答え言っていけない。もしもね、間違えてしまった場合はですね、その山を回収しなきゃいけないんです。そう。このゲームはね、この山札を全部なくした人の勝ちなんでね、そう。気をつけなければいけません。そう。まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、あとはそうだな。まあ、野菜言い換えるときに、そのゴキブリ指定の絵柄を言ってはいけないみたいな。そう。スーを言えるのはその野菜だけ。そう。そう、難しいな、これな、説明するんだな。もうちょっと上手くなるように努力していきます。まあ、カードゲームはね、いろいろ面白いんで。まあ、皆さん、おすすめのカードゲームとかありましたら教えてください。では終わります。バイ。